おひさー、ダンチョダンステスチ。サッカー見てる。あ、サッカーなの？サッカーしてるの今。ご機嫌よ、うご機嫌よう,ようてつじさん。サッカーお見せください。サッカー、サッカー。テレビつけたいもん。 明日のたい明日さ、朝配信。一時間していい。一時間朝配信。へえ、いちごリクアは、リクアは、あれ、リクアはなの、なんか。公園、なんか公園作ってなかった、いちごが。 公園作ってた気がするそれでなんかユニットがゆいたんとハート型ウイルスだったの笑,笑っちゃったうんみたいな姫なみたいなゆいたんとしかもみたいな「んな,な,な,なんでやねんあひたんビンガーカブさんでやねんグリンクさんこんばんはんなんでやねん日本だよあ今日なんだそれは盛り上がってるわけだ夜私こんばんは朝配信何時から?」「7時8時」 8時時か6時7時 <laughs> 絶対起きるから私は6時7時か7時8時ではねこんばん一見さんこんばんは広島に着いたばかり <laughs> ようこそひたんひたん朝配信やる森星軍団のツアー瀬トリもはよ <laughs> 森星軍団のツアー瀬トリ ツアー森瀬軍団のツアー元気無理森瀬こんばんはひなさんの配信全然全然こんばんは起きれるよどっちがいいんだろう 8時9時8時9時なんかさっき叶からめっちゃライン来るんだけど何んなんだろうん明日って休み明日って何何曜日明日って ぐらぐら起きれません。電車乗ってる時間本当にすげえな。こまおっとさんヒーターおじさんありがとうほんまに。そんな時はこそえーとなんだアンケート使えないのよ。これガチで使ってみる。何これ。ちょっと待って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 。っってっって <laughs> アンケートのね使い方がわかんないの。 アンケートの使い方分かんないんだけど誰か教えてよそうお話し会がある明日は3時間目ですね私は3時間目にあります明日遊んでトッピゃんこんばんはス介ちゃんさんこんばんは マジでひまの使えないんだよねアンケート機能使い方が分かんないなんでみんなわかるんだろう逆にアンケート機能を使ってる子はじゃああそういうことか分かった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 ,かった1が7時からっていうことだよね1が7時からで2が 8時からみたいなっていう感じだよねそれでみんなが12どっちか投げるってことでしょで私が結果を締め切るみたいなのをしたら結果が出るみたいなそういうことかな島並海道なあした引いーに見せるのがえな何だろう楽しみ 楽しみにするね。かさかまあ,あそういうこと。オッケーオッケーオッケー。じゃあそういう使い方。じゃあ行けよ。一が七時八時。二が八時九時ね。投票開始。えい。 第2じゃんさああと10秒ぐらいで109876543212 <laughs> 圧倒的なんだけどやば2圧倒的だ えっとってことで結果みんな起きれない <laughs> じゃあ8時9時でやらせていただきます危な明日の朝は8時9時でその後のあれが分かんないからお話し会そうだからまた送りますね圧倒的に <laughs>。 お昼はお話し会3時間目できるかな会場でそうお話し会ね分かんないんだよね明日うん多分 できるお昼お昼分かんないな夜は多分こんぐらいの時間だと思うでも昼にできたらいいなって感じ元気者見せ会場で30分ほどだね必ず予約入れて入れます どこ空きの服どこの服ってそんなんどこ空きの服肩以外あるっけ3時までやったらオッケーよオ OKYO さんッタた会場からやるか会場からやる気もいやわかんないわかんないかも帰ってやるかもしれないし会場でやるかもしれないし 3時って私は終わってるのか終わってるのか3時は終わってるのか明日は違う参戦服明日は違う参戦服 <laughs> 戦闘服か参戦服じゃない戦闘服 <laughs> せん違う戦闘服だけど白ニットあれ白ニットじゃないかもえどうしよう迷ってるんだよね そう迷ってます明日のあのー、服装にそう迷ってる迷ってる迷ってる何にしよう決まってないマジで服難民私まなちゃんさんこんばんはこんばんは。こんばんは 半か4時えじゃあ絶対ああ終わったってことかできるかできるよねできる気がするわかんないカッてするかも私のことだからそこはとりあえず明日は朝 <laughs> 朝が朝あります <laughs> 朝そうけいさんひたん かのりこんばんはカナル今カナオ配信してないなんかさっきカナオから大量にライン来たんだよねさっき今今ちょうど今今今っていうか3分前ぐらいカナオからなんかライン来てためっちゃ大量に困ったらジャージでいいかとノルディのジャージでいいかなノルディのジャージでいいか 確かにね。全然ありがとうございます。またチェックの直気みたいな。またチェックの直気みたいな服です。直気って何 <laughs> 違うよ。でも明日の服本当に考えてない。超シンプルかも。あれだけこの辺かくって決めた方が。そうなんだよね。ファンとしても嬉しいんじゃない確かに。どんな服がいいんだろう、でもみんな。 リィダ,ダーマルさんこんばんは今日配信仕事で見れなくてえー、全然大丈夫だよお疲れさまですぴったりニットでいいかぴったりニット来たんだよねもう前回前々回ぐらい前回前々回ぐらいに多分オンラインででもわかんないんだよねぴったりニットって。 でカナうはわかんないまだ LINE 見てないからわかんないんだけどあれなんだっけあのー、あ,れあ,れだよあれあれだよあれあれお兄ちゃんはお昼ご飯を一緒に食べようって言おうとしたっていうねお昼ご飯を一緒に食べないかっていう誘いの LINE だったらしいそう仲いいかもうちの兄弟 はい、T さん、こんばんは。受験さん、ありがとうございます。シス248さん、研究生の森千姫奈です。よろしくお願いします。逆に新鮮かと。まあ、確かに。逆に新鮮、確かに、確かに。チェッ系はベストなの。チェックのベストなんて来たっけ姫の冬はもこもこパジャマみたいなのがウケるよね。確かに。でも、研究生ってまだそのコスプレ的なやつができないから。 私服でですって言えばいいのかなでもコスプレしても「いやこれは私の私服なんですよ」って言えばそれになるよね今日の安住さんみたいな衣装どうですか今日の安住さんの衣装ど,どんなやつ着てるのごめん見てなくてどんな着てるのどんなの着てるの 私お兄ちゃんほんのりチークもかわっちゃいほんのりかながっつりつけちゃったチークあキキラのパジャマうん味ありだよキキラのパジャマ一番一人っ子なので妹と妹欲しかった姫野のもだよ姫野も欲しかったその弟今妹が欲しいね入れ金はいるじゃんない <laughs> 叶うなに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 いるじゃんちょっとコラボしようよ <laughs> 何してるのかな。配信してないのかなしてないかこれコメントしてるってことは <laughs> こちぃかな来てるやんねなんかささっきめっちゃ叶うから超気になるラインが来てさめっちゃ開きたいんだけどさ ちょっと待って <laughs> ちょっと待ってジャージパジャマこそ私服ですまあ確かにねジャージパジャマこそ私服なんだけどねセクシーなニクスプル的なええ、ー,ーセクシーの ゆうた離脱の初披露あああれね分かったチェックのやつね黒白のあのー、ツイードのやつかあるね確かにあれ寒くないまだゆ夕立初披露の配信で来てたやつ、ね、<laughs> 確かにねお犬衣装でへそ出しええー、そうなんだすごいひいたメイドの服は私なし私服ではないけどこの期間コスプレ ななんかかしよっかなでも何のコスプレがいいんだろうっていうね多分キャラクターものいけないよねいいのかなキャラクターものって初音ミクさんとか <laughs> 初音ミクさんとか <laughs>。 じて奥さん欲しいです奥さ,ん奥さん欲しいですねぎさん引いたかなうささこれあれかなかなちゃんと私服チェンジかなかなうかなってシチェンジお全然わりってか私本当にあげなきゃあげたい私服がいっぱいあるんだよねそうあげたい私服がいっぱいあるんだけど マーキさんこんばんこばはパジャマはジェラピケ派ですかジェ,ラピケジェラピケさん風なモコモコのパジャマジェラピケじゃないんだけどジェラピケさん風なモコモコのパジャマを着てる <laughs> ジェラピケさんではないでもジェラピケさんのわかんないな私ジェラピケを着たことがなくってどれだけいいのかまあパジャマ 私家の中基本夏服着ないし冬は冬でも暑かったら着ないことが多いからマジでなんかパジャマに質を求めないんですよあんまり。でなんかなんだっけその何パジャマに睡眠パジャマで睡眠の質が変わると思わなくて。 睡眠のの質が変わるるっってて枕だと思ってるんですよ布団布団か,だからパジャマって別に睡眠の質変わんないかなと思って何でもいいやと思ってるんですよいらんメイド知ってるさんサッカー選手数えらも以外で3人挙げてください本田圭佑選手三笘薫選手田中碧選手 田川選手かな三笘さんはあれかな私はでも応援してたああーでもあれ内田篤人さん内田篤人選手篤人だったっけ篤,篤人篤人内田悠人何なんだよやばいやばいやばいめっちゃ失礼だよ私内田内田選手やべ間違えて絶対わざとだろう <laughs> この間プールで来てた私服でいいんじゃないかと この間プールで着てた服セクシーさ1ミリもないよもう何もないかなうりはランドセルのありの小学生確かにねそれは姫のも望んでるファンファンファンの方以上に望んでるかなうりがランドセル背負ってほしいのエイリさん,こんばんは伝説のセーラー服いきますか <laughs> セーラーてかさ今メンバーになった今でもさあれされちゃうのかな消されちゃうのかな勝手に制服着たら懐かしいよね本当に焦った私もう落ちたって思ったもん あやば終わったわと思ってそんなオーディション中にさそれ食らうなんて思わなかったからやば落ちた終わったって思った森瀬さんのバニーでしょ <laughs> なんかねあの和田美桜さんが着てた青色のウサギがかわいすぎてでも着れないあれはさすがにカピ,プナカピフナさんこんばんはこんばんは着てないけど一番やばい服 え汚いけど一番やばい服全身レースのあ別にやばくないかあれ汚いけどやばい服なんてないかもかな入らないいいかな <laughs> 森末軍団そのいいかも確かにお洋服見たいな <laughs> 森末軍団でなんかしたいんだけどなんか4人のキャラクターっていないかなミニオンとか4人4人4人セットのキャラクターってなんかいない 何かいるっけ4人「ダマせい」なんかラブ修行が頭から離れないいちごのセットリストにラブ修行が入ってたんだよねうれしかったゆなちゃん CA さんとかかわいいよか CA さんねーいいよねみっちさんヒーターせいちさん元気もいらうし T シャツ短パンちょっと待ってちょっと待って T シャツ確かにねヒーターの布が少なく <laughs> もうさー下心丸見え 団長意外とブランド着ないのがこの感度高いですね団長ブランド着ないですよそんなあの何何あれじゃないんでなんて言うんだっけお金持ってないんでっていうのかなそんなブランドってか持ってないしほとんど自分寝るときジャージャー寝てます <laughs> いいよね高校のジャージが一番いいこんばんは優太あそうだ長友選手だ長友選手も知ってあるさすがにでも三笘さんうん違うわ初めてえっいいじゃんって思ったサッカー選手は内田篤人さん内田篤人さんだったっけ待って忘れちゃった 新しい作家さんえ、なんかできるよね広島えじゃなんだよね佐藤誰さんでこれ岡山津山えー、そうなんだすみません寝、ね、落ちしてましたちょっと待って <laughs> み伊藤香織さん田中青さん入れ金並べても違和感 <laughs> <laughs> なんかさ漢字三文字って僕くないおしゃれじゃない めっちゃおしゃれだと思う今のは褒めてるよこれかなウにやけてるんじゃない今頃今頃ミウちゃんのミウちゃんすごいすごいよね女なんか女でもすごいと思うもんうわぁ可愛いってなるえ引いたそうオーディションで <laughs> くらっちゃった最悪本当に自己嫌 <laughs> なんでそんなこと言うのカナルリンまた喧嘩になるじゃん うどんヒんーターン受験さんありがとうございます大もくろさんあ確かにカラーでね4人4人乗りのさらに上がってさん初めまして初めまして <laughs> 4人セット棒何これ棒4人コントヒーターンかなうのランセルは犯罪犯罪じゃないでしょいけるでしょカナウカナダのラのセルみたいなよ つんさんが全身レースの透けてるのもってえーそうなんだたかさんこんばんはジャッカー電撃隊4人組何それ知らない <laughs> 4人組4人組っていなくないあんまりだってクレヨンしんちゃんの仲間たちって5人だよねあれしんちゃん風間くんねえちゃんまさおくん坊ちゃん5人かゆい一待って4人じゃないじゃんひなたち 五人じゃんユイタンがいるじゃん <laughs> ユイタン強制参加千恵 <laughs> さんこんばんは始めましたありがとうございます ST4TH 三間研究生の森瀬姫菜ですよろしくお願いします一位は人気四人で表面張力衣装着てほしいな私そう最近表面張力涙の表面張力をなんか流れてきてみたんですけどなんかあれ。 踊れたら絶対かっこいいなって思うし。なんか。いつか踊りたいなって思うけど、もう一から教えてほしい <laughs>。ちょっと待って。誰か三キル壇上乗ってない、これ。誰これ。かなが。<laughs> しっかり壇上乗ってるんだけど。 鳴門ねいたーひらちゃんもすごいな <laughs> そんなことない白石さんがつうか森生で出たいしつ森生軍団、ね、それさー何稲葉さんの CM って言わないといけないやつこれガチで言っていいやつガチで4人で出たい CM うん何だろう 4人で出たい CM でしょ森末軍団で出4人じゃないか五人森末軍団で出たい CM んだろうえまずテレビを見ないから何の CM が流れてるか分かんないんだよねなんだっけなんだっけ何の CM があるかな いわかんない何があるっけ今。かなうちゃんも必ずヒーターの名前が出てくるラブラブが <laughs> <laughs> 出てくるの <laughs> おもろい確かにでもヒラのもカナウっていう名前を発さない配信はないかも <laughs> 確かにヒーターがランドセル違った写真出るときヒーターがランドセルち違った写真相場後に今日の伊豆のポスターちょっとひわ,ひわい なんでまだ見てないんだよねかなのポスト何何投稿したんだあやのお店で悔しえちゃんの娘おおいか今ちょっと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 押さえてるけどじゃあゴーレンじゃね <laughs> おおそれに行ったメッツさんがうちに狙ってね確かにメッツさんに教えていただきたいねゆいち上級国民 <laughs> 上級国民森末軍団は上級国民の集まりです <laughs> 森末軍団は上級国民の集まりです なのでねフォイトグループで好きな曲教えてくださいそれさすごいね悩むこところなんだけど私に私思ったのいろんなそれなんかちょっと考えるときがあってそれを何が好きなんだろうって思ったときに n m b さんのある曲があやっぱ好きだわってなったのいつ聴いても好きだわってなったのそれは何でしょう ひたかなう何しとんねん <laughs> 森末軍団で鼻うがいの CM でちょっと待って嫌なんだけど2.5規制さんの表面張力よかったかっこよかったレッスンからかっこよかったもんかなウハート投げてますやん確かにありがとうかなウかわいいね <laughs> どうしよういたら見てきた <laughs> バンクらっちゃった本当に 恥ずかしいよね本当に嫌だった終わったと思っちゃったちょっと言って大塚生ぽくりんじゃん確かに4人で4人5人4人が生徒役で姫田先生役するねちょっと青春チックなポカリさんの CM で4人が生徒役で姫田がちょっとなんか笛吹いてるような陸上部の顧問みたいな <laughs> 想像つく <laughs>

あのあれなんていうんだっけ何て言うんだっけあれ飛び越えるやつをやるの「ここにゃさんこんばんはひたん」「愛犬さんただいまおもい出した」終わったんだえ終わったのもうそこ次さんヒッター夢グループ」の CM で姫ナが社長の横で「安い安い」<laughs> 夢グループね」 上姫夢に違うんですようんん違う違う欲望者夢な違うのあ多分私いい違うの私が一番もの本当にいやいつ聴いてもうわ好きってなる曲があって「初恋至上主義」あの大田由さんの最後の曲かな虹の作り方ポカリンか,にか カナ始まったかな始まったこんなにセクシーな先生採用されんやろ <laughs> え顔採用なの先生ってえ超セクシーだったら採用されないのかな分かんないけどあれハンマーかなカナし。ハードルそうハードルだハードル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 をみんなが飛び越えてくるのそれを私はストップウォッチ持って思ってるの で「お疲れさま」って言って渡すの <laughs> 顧問が渡すのそういう CM にしたいああ誰走り幅跳びすまん全然あげないそういった。ん確かにいい曲だよねもうなんかいつ聴いても「好きってなった。 今何時だろうちょっとカラオケを多くしようと思ったんですよね今日は配信最後はクシーな先生マ学園だけど一人だけ楽な役 <laughs> 楽 <laughs> 確かに楽な役なのよ確かに32分ってことでまあカラオケをしたいと思います

ないかな。 だったら、はいさあ、歌いたいと思います NAB さんの曲になっちゃいますけど歌っちゃいたいと思います がいいんだろう。あ、ありがとうございます。<laughs> どうしよっかな。 では、DD の皆さんに送る曲です。聞いてください。どうぞ。待って、ありがとう。お疲れ様でした。<laughs> まだまだこれから。ってことで、お疲れ様。バイバイ。ありがとう。 待ってありがとう。お疲れ様でした。<laughs> まだまだこれからってことでお疲れ様。バイバーイありがとう。